はい、皆さんこんにちは、サンシャイン真村です。現在私はこちら徳島県の方に来ております。ということでサンシャイン真村、人生初めての徳島上陸なわけなんですが、今回はですね、サンシャイン真村20周年生誕祭企画として、今回やってみたいことがあったんですね。それは何かと言いますと、 JR 四国から発売しているバースデー切符グリーン車用を使いまして、最長片道切符の旅で行けなかった四国4県全部ですね、一観光一グルメをやっていこうという企画でございます。イエイ。いや、もうついにサンシャイン真村も20歳になりましたね。まあ、撮影時期は4月なんですけど、まだ19歳という位置づけなんですが、まあ、20年生きてきたということで、まあ、今回は20年の節目ということでですね、 JR 四国が発売しているグリーン車用バースデー切符を使いまして、四国4県いろいろ巡っていこうということでございます。それでは早速四国にね、今上陸したということで、まずは四国の一グルメからね、行きたいと思います。それでは行ってみましょう。ということでね、徳島県の一グルメはこちらの郷土料理が食べれる県土茶屋さんというところでね、ちょっと食べていこうと思います。こちらはね、観光案内所で紹介を受けた店で、徳島県の郷土料理が食べられるということで行きたい、見たいと思います。すごいね、商店街の雰囲気も古くていいですね。では入っていきましょう。ということでね、今回頼んだのはそば米雑炊というメニューでございます。こんな感じで米とサラダと漬物と、これがそば米雑炊になるんですが、なんかそばの身が入ってるらしいですね。では実際どんなものか初めて知ったんでね、食べていきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。まずね、スープからいってみますか。こんな感じの薄味のスープですね。見えにくいか。あ、結構ね、薄い感じのスープですね。まあ結構つゆみたいな、つゆよりもなんか薄だしみたいな感じですね。温まるな、これ。結構中もね、いろいろ具が入っていまして、例えばちょっと一回すくってみますか。こんな感じでちくわとかですね、人参とか肉とか、そば粉のやつが入っているみたいです。あ、結構普通の雑炊みたいな感じで、米の部分がそばの身になっているっていうのが特徴ですね。ということで、徳島県の一グルメはそば米雑炊で達成ということになります。現場からは以上です。なんか食べてみて思ったことなんですけど、まあ、ところどころそばの身っぽいのが入ってるのかなと思ったら、なんか米なのかそばの身なのかわからないものがね、入ってて、なんか不思議な食べ物だと思いました。あとはね、すだちが入ってると思うんですけど、それでね、ちょっと味にアクセントを出してるのがいいかなと思いましたね。県土茶屋さんでお昼食食べてきました。なんかそば米雑炊って結構不思議な料理だったんですけど、そばっていう要素はあまりなかったように感じましたね。普通の雑炊で中に名物のすだちが入ってるような感じで、なんかすごい個性的なメニューだなと思いました。徳島県はマジで初めて来たので、そば米雑炊と出会えたのも何かの縁かもしれませんね。ということで、徳島県の一グルメはこの県土茶屋さんでそば米雑炊で一グルメ制覇となります。では徳島駅の方に戻りたいと思います。はい、徳島駅の方にやってきました。ここからね、バースデー切符を使った旅を始めていきたいと思います。本日最初に乗るのは14時23分発の特急渦潮18号高松行きです。これに乗ってまず高松の方に行きたいと思います。それでね、徳島駅のすごいとこなんですが、こんな感じで徳島県内の JR ではね、 IC カードが使えないので、こんな感じでね、自動改札もない有人改札の駅となってるんですね。で、あんな感じで緑の券売機と自動券売機はあるんですが、 IC カード非対応となっています。また徳島県はね、日本の都道府県で唯一電車が走っていなくて、機動車しか走ってない都道府県となってるんですよね。いや、すごい面白いですよね、徳島県って。では列車の
出発時間迫っているので改札の中入っていきたいと思います。最初に乗る渦潮の車両は2600系という車両になっています。この車両ね、実はJR 四国の中でも少数派の車両なので、いやこういう車両に乗って面白いですね。でこんな感じで駅には架線などは貼られておらず、止まってるのは機動車のみとなっているのでね、いやーすごい個性的な駅ですねと思います。ではこれに乗って高松まで行きたいと思います。ということで本日は1号車のサンディ席を確保しました。こんな感じでこの車両の前よりはね自由席になっていて、2号車も自由席になってるんですが、なんか指定席意外と少ないですね。需要ないんかなって思いますが、いやーでも座席もね結構指定席ってね区別がされている感じです。14時23分、列車は徳島駅を出発しました。ここからバースデー切符を使用した3日間のJR 四国グリーン車乗り倒しの旅の幕開けでございます。しかし今回乗っている特急渦潮号にはグリーン車が連結していないので、ああグリーン車乗りたいなと思いながら指定席に乗っているこの頃でございます。それでは座席解説をしていきます。シートピッチはね腕が1本分入るぐらいの大きさとなっていまして、座席前面にテーブルがついています。普通のサイズのテーブルですね。で横にこちら、荷物掛けがついていまして、窓枠のとこにもね1個ついてる席と内席がある感じです。で網ポケットとペットボトルホルダー、これで指定席なのにね土足用のフットレストがついています。でこの列車ね特徴なのが全座席にコンセントがついています。この車両はですねこの肘掛けのとこにコンセントがついています。あらなんだ、なんか急になんか橋の上で急ブレーキがかかりましたね。何があったんだろうまあみたいな感じで、まあ座席もね全席コンセントがついてる感じになっています。徳島駅を出ると列車は吉野川を渡っていきます。吉野川は日本の川でも長さランキングトップ3に入るぐらいの長い川となっておりまして、こんな感じで川の最後の方はね川幅が広くなっています。こんな感じで鉄橋部分をね爆走運転していく光景も非常に最高ですね。そして一部区間ではこんな感じで木々に囲まれていますが、隙間隙間でね瀬戸内海の海を見ることができます。やっぱりこんな感じで一瞬だけ海が見えると、あ絶景が見えるなみたいな感じになりますね。あでもちょっと見えにくいか。そしてこの駅で徳島駅の特急渦潮号と行き違いを行います。特急渦潮号は1時間に1本運転されているので、どこかの駅ではね列車同士の行き違いを見ることができます。車両もね似たような車両ですね。そして電車は現在志度駅に停車中です。一つ前の駅がオレンジタウン駅ということで、ね、オレンジに関係あるかと思ってはそうではないみたいなのですが、一度行ってみたいですね。そしてこんな感じで高徳線内をね爆走運転していくわけなんですが、やっぱり高徳線内は直線区間が多いので列車の速度が速いのも特徴です。いややっぱりこの光景を見ると爆走運転しているんだなという感じになりますよね。そして列車は栗林駅に到着しました。この辺りは高松市内となっているので、結構見ると結構高松の都会だなという感じになります。またこの駅は1面2線の高架駅になっているのが特徴です。ということで、高松駅に到着しました。いや高松って意外と都会だなと思いましたね。ということで、ここでねまた乗り換えて次のね特急に乗り継ぐ形になります。それで向こうのホームには、見慣れた車両が止まっていますが、あちらは瀬戸大橋を渡って岡山方面に行く快速マリンライナーでございます。今回はねマリンライナー乗りません。多分乗るのはね JR 四国の車両だけになると思います。ということで乗り換え時間があるのでちょっといろいろ見ていきたいと思います。はい、ということでね乗り換え時間あるので高松駅の外に出てきました。こんな感じでね四国スマイルステーションみたいな感じでね駅の窓のところにねニコちゃんマークが書いてあります。でこちらねつい先日高松オルネっていうなんか商業施設が開業したみたいで、横にねなんか駅にひっつく感じで新しく綺麗なガラス張りの商業施設ができております。今回はねこちらの高松で一観光一グルメはまた別の日にねやるので、また
戻ってくるんで安心してください。ということで次に乗る特急に乗り換えたいと思います。はい、7番乗り場にやってきました。次に乗るのは特急石井17号松山行きです。ということで乗車する車両はね、あちらの8000系という車両でございます。この列車途中の多度津っていう駅で岡山から瀬戸大橋渡ってくる特急潮風と連結して、潮風号の方にはグリーン車がついてるので途中の多度津までは指定席に乗って、多度津から松山まではグリーン車でね快適に過ごしたいと思います。ということで乗っていきましょう。次に乗るのはね8号車の3A 席でございます。座席はこんな感じで木でね囲まれた座席となっていて、なんか水戸岡デザインの特急に似てるなと思います。ということで、ね、これ乗って途中の多度津までねこの指定席に乗っていきたいと思います。15時50分、電車は高松駅を出発しました。宇多津まではこの伊豆寿号に乗るわけなんですが、こちらもグリーン車が連結されていないので、いつになったらグリーン車に乗れるのかと疑問に思ってしまいますね。いや、グリーン車用の切符を買ったのになんか切ない感じになってしまいますね。電車は坂出駅に到着しました。この駅で四国方面に行く列車と瀬戸大橋線を渡る列車がね分岐する駅となっているんですが、主に快速マリンライナーなどはこの駅で瀬戸大橋を渡って本州に渡るといった流れになっています。そして大体この辺りが瀬戸大橋のデルタ線と呼ばれる区間となっています。今通っている線路はまあこれから四国方面を走る列車が通る線路で、奥に見える線路は瀬戸大橋へつながる快速マリンライナーなどが走る線路となっています。そしてその上に見えるのが本州から四国方面に行く特急列車が通る線路となっていまして、いやこの景色を見るだけでも非常に圧巻だなと思いますよね。そして電車は宇多津駅に到着したわけなんですが、この駅で岡山方面からやってきた特急渦潮号と連結作業を行います。こんな感じで車内から連結作業を見れる光景も面白いですね。はい、宇多津駅に到着しました。この宇多津駅から松山駅はの区間は先頭のグリーン車に乗っていきたいと思います。今回のねバースデー切符で初めて乗るグリーン車になります。やっぱりあのバースデー切符でもグリーン車がついてない列車とかだったら普通車指定席に乗る形になるんですが、やっぱグリーン車に乗らないと意味ないですよね。では乗っていきたいと思います。てかもう発車か。16時15分、電車は宇多津駅を出発しました。ここから松山駅まではグリーン車に乗るといった感じになります。いや、やっとここに来てグリーン車に乗れたなと思うと結構時間がかかったなという印象ですね。それでは座席解説をしていきます。まずテーブルはこんな感じになっていて、意外とコンパクトサイズですね。で、荷物掛けがついていて、まあ一人掛けということで、ね、座席は広いんですが、ちょっとこのグリーン車は正直微妙だなという感じです。で、こんな感じで運転室が近くにあって全面展望はいい感じに楽しめます。僕は正直8600系の方のグリーン車乗りたかったですね。そして電車は多度津駅に到着しました。この駅で高知方面に行く列車と松山方面に行く列車が分岐する駅となっていまして、結構 JR 四国の中ではターニングポイントとなる駅となっているそうです。そして進行方向右側には海スレスレをね走る光景を見ることができます。この光景だけ見ると海面の上を列車が走っているように見えて非常に面白いですね。いやー、瀬戸内海もね島々がいっぱいあっていいですね。そして進行方向左側には標高の高い山々が見えてきましたが、だいたいこっちの方にはですね石鎚山などの結構標高が1000メートルぐらいある山々を見ることができるので、山側の景色も非常に魅力的です。電車は伊予西条駅に到着しました。こちらには四国鉄道文化館がありまして、奥の方にはですねブリケージトレインなどの車両が展示されているので、四国のね鉄道はこの駅で降りた学べるといった感じですね。はい、今ね8000系のグリーン車に乗ってるわけなんですが、ちょっとね座席は結構2プラス1で広い感じなんですが、結構なんか微妙な感じですね。多分新型のね1600系かなだったら、あのヘッドレストとフットレストついてるんですよ。あのなんでちょっと
機乗るときはね、ちょっと8600系の運用乗りたいんですが、あーでもなんか微妙ですね。でも斜め前のね席座ったら全面展望がいい感じに見られるので、これはいいかなと思いました。現場からは以上です。電車は今治駅に到着しました。こんな感じで今治駅は高架駅となっているのが特徴です。また今治は尾道をつなぐしまなみ海道の拠点のとことなっているので、自分もいつかここで降りてみたいですね。そしてこんな感じで再び瀬戸内海と並んで走る区間見えるんですが、時間帯によってはねこんな感じでサンセットを見ながら旅をすることができるので、いやこのサンセットと、瀬戸内海の光景は非常にエモいですね。そして松山駅に近づいたら進行方向左側には伊予鉄の線路が見えてきました。こんな感じで中古のねオレンジ色の電車が走っていますので、いや伊予鉄もまた後で乗りますけど、なんか面白そうな感じがありますよね。ということで松山駅に到着しました。ということで隣にはね新しい松山駅ができている感じですね。現在松山駅はこちらのような地上の駅となっているんですが、多分今年中かな、2024年度中にはあちらの高架駅の方に移設されるみたいで、いや楽しみですね。で今は来てないんですけど、こっちのホームに宇和島方面に行く特急列車も来るみたいで、もう平行乗り換えがねできるようになってるんですね。特急同士の平行乗り換えができる駅もあまりないのですごいですね。ということで駅の外出てみたいと思います。はい、ということで松山駅はこんな感じになってまして、地上駅とはゆえ結構いろいろ売店だったり飲食店が充実している感じです。で松山駅前もこんな感じで意外と伊予鉄のバスが多かったりとか、あっちらにはね伊予鉄の路面電車も走っている感じになっていて、まあこちらも結構栄えている感じですね。ちなみにサンシャイン真村、今回人生で初めてこちらの愛媛県上陸となります。ということでね、今回の動画はもう3日分まとめてお届けする生誕祭企画動画になるので、まあ早速ホテルの方行きたいと思うんですが、今日のホテルはあちらのボーリングピンがある建物の中にあるホテルに行きたいと思います。いやすごいね、見た目からするとマジであのラウンドワンみたいな感じなんですけど、あの中にねめちゃくちゃ安くて、あの僕がね好きそうなカプセルホテルがあったので、早速ね行って皆さんに紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ということで今日やってきたのはねこちらのキスケの宿っていうね、ところでございます。だいたいねこういうサウナスパまあ温泉ついてるこういうカプセルホテルってだいたい男性専用が多いですね。なんとこちら3月4日にオープンした比較的新しい施設になってまして、あの楽天トラベルでなんか3300円から予約できるんですが、今日はね、4000いくらでしたね。はい、楽天ポイント使って泊まってます。いやすごいっすよ、こういうのがね全国各地に1個ぐらいできてくれたら僕は非常に嬉しいかなと思います。ということで入り口がどこかわからないですけど、ここでいいんかな。おパチ屋パチ屋、まあまあいいか、とりあえずなんか中入って探したいと思います。施設の中こんな感じでね、もうミラーホールが輝いてるんですよ。もうこれ見るだけであのマジであのラウンドワンみたいな感じになってて、ね、下に一応ゲームセンターもあるみたいですが、そんなとこには絶対に私は行きません。で見えてきましたね、あちらが今日泊まるキスケの宿さんでございます。いやでも今年つい1ヶ月ほど前にできてね、新しいホテルだったりとか結構僕がね好きそうな感じのとこなんで、ちょっとね早速入っていきたいと思います。はい、中入ってきました。チェックインもねセルフサービスになっています。こんな感じでコンセントがついたサウナ風ベンチだったりとか、こっちに温泉サウナ食堂などがあって、ここに自動販売機もありますね。ウェルカムドリンクが7時まで飲めるのか、ドリンクバーも行けんのかな、ドリンクバーも7時までかなみたいな感じで、意外と無料サービスも充実してますね。ということで早速部屋の方行ってみましょう。本日の部屋はねこちらの526番ということで上の段の部屋ですね。まあ客室の内容にしてはね、あの仙台で泊まった駅前人工温泉トボスさんに似ている感じかなと思います。あでも結構僕が好きそうなタイプですね。ではちょっとここで泊まっていきたいと思います。はい、ということでねサウナっぽいラウンジにねいるわけなんですが、誰もいません。こんな感じでドリンクサービスが7時までなんでね、急いでもらってきたんですが、まあ一応ねここの宿泊施設さんお酒もね無料で飲むことができるんですが、あの撮影日時点ではまた私ね19なので酒が飲めないのは残念なんですが、まあ
このコーラがね無料で飲めるだけでもありがたいと思いましょう。はい、ということでね、今回の宿泊施設キスケの湯さんの目の前にある伊予鉄 JR 松山駅前にねやってきました。松山駅のね目の前にあるんですけど、地下道を通らないとね路面電車の駅には行けない感じになっています。ということで今からですね、日は落ちたんですけれども、愛媛県の一観光に行きたいと思います。やっぱり愛媛県に来たらね、あの温泉に行かないといけないんですよね。それがこちらでございます、道後温泉ですね。やっぱり愛媛県の松山って坊ちゃん物語とかね、夏目漱石にゆかりのある町があったりするんですけど、まあ私もね高校の時に現代文で夏目漱石の小説やったんですけどね、頭から離れております。ということでね、早速この今列車が入ってきたので、この道後温泉行きに乗って道後温泉ね夜入っていきたいと思います。それでは伊予鉄の路面電車に乗って道後温泉の方に向かいたいと思います。こんな感じで1両編成の低床式の車両となっているのが結構珍しいなと個人的には思いましたね。まあ旅先で乗る路面電車ってなんか地域のローカル感を味わえるだけであってね、個人的には好きな光景の一つかなと思います。路面電車好きな人いたらねコメントで教えてくださいね。ということでね、道後温泉駅に到着しました。駅舎はこんな感じですんごい和風チックなんですけど、すごいよ、スターバックスありますからね。いや、こういう駅初めて見ましたね。で、隣にはこちら坊ちゃん列車ですね。多分土休日限定で運転されてると思うんですけど、いやこれもね実際に松山駅の方から道後温泉まで走ってるので乗ってみたいんですが、今日は乗れないのでまあ見るだけとなりますが、いやこういうみんなが見れるとこに置いてるっていうのもいいですね。ということで早速道後温泉に来たということで、まあ夏目漱石ゆかりの地でございます、道後温泉のね総意の方に、ね、入っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ということでね見えてきました、あちらがね道後温泉でございます。いやめっちゃでかいな。道後温泉もねいろいろ温泉群があるんですが、こちらがね道後温泉の本館と呼ばれるところになってるんですね。いやマジでこれ大豪邸ぐらいのレベルですよ。ということでね、これどっから入るんかわからないですけど、とりあえずね入り口探して入っていきたいと思います。こうねでかくてね入り口どこかわからなかったんですけど、ここが入り口みたいですね。なんか観覧の予約とかがいるみたいなんですが、明治32年に建築された、なんかあこれはあれか、皇室専用浴場やから僕は入れへんのか。ということで早速、まあ中撮影できないと思うんですが道後温泉入っていきたいと思います。はい、ということでねトラブルが起きました。今ね道後温泉さん、あの本館のね総湯の方がなんか改修工事の関係で入れる人数を制限してるみたいなんですね。でその人数制限の関係で整理券の配布が終わったみたいなんで、なんか今日は入れないみたいです。いやー残念ですね。めちゃくちゃね明かりもいいんですけど今日は入れないみたいです。ちなみに明日の6時にオープンするみたいなんで、まあなんか係の人によればなんか6時ぐらいもねなんか人結構来るみたいなんで、ちょっと明日の朝にねちょっとかけて道後温泉は行こうと思うので、まあ次はですねちょっと今日ちょっと一観光で道後温泉ねええ感じの景色があるんですけど、今日はまず愛媛県の一グルメをね紹介しようと思います。ここに来る途中になんかええ感じの店一軒見つけたんで、ちょっとそこ紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ということで今回はこちらの道後魚竹さんというね愛媛県の郷土料理が食べれる店へ夕食を食べたいと思います。さっきねあっちの道歩いてきたんですけど、商店街のところにねふと入ってきたらこんな感じで愛媛を食べ尽くすということでね、いろいろメニューがありました。今日はね、鯛飯をね食べてみたいんで、ちょっと値段高いんですけど鯛飯を食べたいと思います。まあ多分この鯛飯界隈だったら多分ここが一番安いと思うんで、味はどうなのか入ってね実食していきたいと思います。はい、ということでね料理が到着しました。今回頼んだのは宇和島の鯛飯ということでね、こちらは愛媛県の郷土料理となっています。食べ方としてはまず鯛を乗せてこの卵醤油をかけて、なんかこういうのもお好みで乗せて食べてくださいみたいな感じで言われましたね。いやマジで美味しそうだな。でなんかこちらはね愛媛県のみかんを使ったみかんジュースになるんですが、なんか僕もねこの店内入るときだいたい結構
3人ぐらいなんか頼んでてね、ちょっと味気になったんで頼んでみました。まあ500円ぐらいするんですけど結構量ありますね。ということで食べていきたいと思います。それではね、早速タイ飯作っていきたいと思います。まずこれタイをこう乗せるのかな。1、2、5、3、4、うわ何キロあるんだ、5、6キロありますね。よいしょ。であとはこのレモンはちょっと僕はあんま好きじゃないんで、こう塗りたぐる感じでいって、ネギ、わかめで、わさびを少量で、次にですね、こちらです。これ一気にかけちゃっていいんかな。一気にいきますか。投入していきます。おーすごいなこれ。はい、ということでね、鯛めし完成でございます。これはね、多分別添えで食べる感じなんで、まあ今から食レポしていこうと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。まずね、なんかいろんな人が頼んでるこの謎の愛媛県のね、みかんジュース飲んでいこうと思います。こんな感じです。あ、すごいみかんのね、その繊維成分の味までね、しっかり伝わる感じのメニューとなっております。では続いてね、本題でございます。鯛めしですね、食べていこうと思います。わ、すごいなこれ、うん、多分ね、鯛がある分ちょっと卵かけご飯みたいに混ぜるのがこれ難しいんですよ。なんでちょっとずつ、よいしょ、じゃあ行きますか。ほれ、こんな感じです。いただきます。わ、すごいなこれ、鯛の柔らかさと卵醤油のマッチングが最高です。いや、鯛めしって結構高いイメージあったんですけど、意外とリーズナブルに食べれるなって感じました。ということで、愛媛県の一グルメはですね、こちらの宇和島鯛めしとみかんジュースで制覇となります。現場からは以上です。それでね、この店すごいのが全部屋半個室タイプの席となっていてね、結構一人でもこうちょっと贅沢感が味わえるのがいいですね。ということで、食べ終わったんで店の外出たいと思います。はい、ということで道後魚竹さんでね、夕食食べてきました。いや、マジでね、鯛めしは食べてみたかったんで非常に美味しかったです。あとはね、名物のみかんジュースもうまかったですね。まあそういうすごい簡潔な感想なんですけど、いや、やっぱり郷土料理が食べれる店って僕も結構その一観光一グルメではやっぱ大切にしてることなんでね、やっぱこういうお店もね非常にいいですね。ちなみに愛媛県にはこういう鯛めし食べれる店とか、名物のねみかんジュース飲める店とかもいっぱいあるのでね、もう好きなとこ探してみてください。ということで、愛媛県の一グルメはこちらの大竹さんで認定ということになります。ではね、もう温泉も入れないので早速宿の方に戻りたいと思います。こちらにはね、ライトアップされた時計台みたいなやつと、手前にはね、無料で入れる足屋もあります。なんかこの光景結構ね、大正ロマンっぽくてエモいですね。なんでね、写真撮影されている方が多くいます。ということでね、電車がもう来るので、あのここのね、伊予鉄30分間隔ぐらいでしか走ってないので、乗り遅れたら結構悲惨なことになるので、さっさと戻って乗りたいと思います。ではね、こちらの JR 松山駅前駅に乗って宿の方に戻りたいと思います。まあね、明日も来るんでね、早朝、まあ、入れることにかけてね、楽しみを取っといてこの列車に乗って、ね、戻りたいと思います。ということで JR 松山駅前の方に戻ってきました。いやー、結構松山駅からね、道後温泉まで30分ぐらい使用時間かかるんですよね。意外と遠い。ということでホテルに戻りたいと思います。はい、でこちらがね、なんか漫画コーナーとかなんかありまして、結構ね漫画も充実していますが、あのキララコミックはありませんでしたね。でここはね、なんかこんな簡易ベッドとか、ま、くつろぎルームみたいなのがあったりとか、ここも漫画コーナーがありまして、左側にね、なんかテレワークスペースがあって、こっちにはねぐったりスペースみたいなのがあって、いやすげえなこれ、わすげえよこれお風呂やん。
寝転びお風呂みたいなのもあってね、いやこれすごいなと思いました。で温泉がね1階の方にあるんで今から入っていきたいと思います。1階に来ました。1階もねなんかすごくて、え何これ、いやすんごいなんか1階ね豪華なんですよね。いやこれがねマジであの4000円で泊まれる温泉のレベルじゃないっすよ。でレストランとかもあって、すげえと思います。であっちの方に温泉があるみたいなんでね、あっちの方ですね、ということで今から入っていきたいと思います。こっちもすごくてね、2階にあったような漫画コーナーがここにもありまして、あとは仮眠のスペースと上に座敷と奥にマッサージ屋があって、やばいなここ。先月開業したばかりなのでめっちゃ人が来てます。一応日帰り入浴もねここできるみたいなんで、いやすごいな、次愛媛来て松山泊まるんだったら絶対ここ来ますよぐらいのレベルです。ということで、温泉ねまた入っていきたいと思います。はい、ということでね温泉入ってきて、ね上のねなんかこういうなんでしょうプール的なところにねちょっと居るんですが、いや温泉がねマジ充実してました。いろんなお湯の種類があったりとか、サウナも2つぐらいあって、いやすごいなって思いました。もう圧巻でしたね。今までこういう温泉付きカプセルホテルって最長片道切符の旅とか非常にお世話になってて、僕もだいたいこういうのがあれば基本こういう感じのねなんか温泉付きカプセルホテル選ぶんですけれども、今まで泊まった中で一番良いと感じでしたね。まずまあ無料サービスね、ドリンクバーとか充実してたり、まあ漫画はねちょっとキララ作品がないっす、あんまなかったっすね。ゆるキャンだけだったんで、もうちょっとなんかボッチザロックとかあの金モザとかご中佐とか充実させてくれたら嬉しかったんですけど、まあ漫画もねまあそれなりに、まあ他の視聴者さんがね読みやすい漫画は多分大量にあります。でマッサージチェアが無料だったりとか、おーもうすごい、とにかくすごい。ですごいのがねこれなんですよ、これ休憩施設なのにもかかわらずね、これコンセントあるんすよ。だいたいこういう座席ブースはコンセントが必ず1個ぐらいあってね、すごいなと思います。ちなみにここの宿ほんまに1ヶ月前にね開業したんで、いろいろ考えられてるなと思いました。いや皆さんもねぜひ愛媛に来たこのキスケの宿さんぜひ泊まってほしいなと思います。ということでね、もう日付もね回っておりまして、もうとりあえずね1日目はここで終わりになります。今回はあの最長片道切符の旅の動画とは違って3日間全部まとめてお届けするので、あの次はね3日目になります。あ3日目じゃない、次は2日目のね動画をお届けします。まあ2日目はね寝坊しなければ、まずね昨日入れなかったねあの道後温泉リベンジするために朝から、松山駅前から始発の電車で行きたいと思うんですが、どうなんでしょうね。まあ平日だからそういう学生旅行でね春休みで来てる人もいるかもしれないんですが、まあ多分空いてることにねかけていきたいと思います。ということでじゃあ1日目終了です。皆さんおやすみなさい。はい、ということでおはようございます。2日目でございます。まあ2日目はですね昨日行けなかった、道後温泉のね総湯の方に今から伊予鉄の始発電車に乗って行きたいと思います。それにしてもね中がねこんな感じでめちゃくちゃねいい感じのイルミネーションっぽいのが光ってていいっすね。夜とかだったらねゲーセンとかあって賑わってるんですけど、今はねマジで静かです。いやこういうのもいいですね。では早速伊予鉄の駅の方に行きたいと思います。はい、ということでね、道後温泉行きの始発列車がやってきました。昨日はね低照式の 3VF インバーターの車両だったんですが、今日乗るのはなんか古い感じの車両ですね。ではこれに乗って、道後温泉行きたいと思います。それでは始発電車に乗って道後温泉の方に行きたいと思います。こんな感じで古い感じの路面電車もね走っているわけなんですが、やっぱりこっちの方がねモーター音とか古い感じがあって、なんか路面電車の風情を感じることができますね。そして電車は現在大手町駅という場所に停車しているんですが、ここの魅力っていうのがねそうこれなんですよ。伊予鉄の電車と路面電車のダイヤモンドクラスを見る光景がここで楽しむことができます。まあ
この光景も日本でここだけにしかなくて、路面電車とこういう普通の電車がね、こう交わるっていうのはあまり見られないみたいなので、いやこれをね、外から見たらね、絶対迫力あるんでね、また行ってみたいものであります。そして奥の方にはね、松山城が見えます。松山城はね、結構山の上の方にあるのでね、いや結構行くの大変そうなんですけど、景色は綺麗そうです。はい、ということでね、一夜明けてまた道後温泉にやってきたわけなんですけど、いやーやっぱ夜と比較するとね、マジで人がいないっすね。まあ始発できてて今6時半ぐらいなんで、皆さんホテルとかで朝食を優雅に食べているお時間だと思うんですが、これだったらもしかしたらですよ、意外とすぐ温泉の方も入れるかもしれないですね。あ、こうなってんだ時計台。なんか裏にね、多分これ時間になったこう坊ちゃんっぽい人形が出てくるのかなと思いますが、いやいいっすねこれも。2日ぶりのね、道後温泉ね、一晩開けてきたんですけど、並んでないっすね。なんか来た時マジで並んでなくて、今係の人に聞いたらね、なんか入れるみたいなんで、今からね入りたいと思います。いやよかったな、早起きの徳がねここで見受けられたということになるんでしょうね。では入りたいと思います。ということでね、道後温泉入ってきました。現在リニューアル工事中ということで、あのちっちゃい風呂の方にね案内されました。7月以降にこちらリニューアルオープンされたら、あのでかい大浴場の方に入れるみたいです。まあそれに伴って値上げがされるんですが、今回入った小さな浴場っていうのが、あのお茶となんかアメニティがセットになった超高級風呂らしくて、7月以降に入ったら2000円ぐらいするとこに、あの500円ぐらいで入れたんでね、非常にお得感がありました。なのでまあ普通にお湯だけ楽しみたい人は、あの大浴場の方行っていただいて、あのお茶とかね、いろいろフルサービスを楽しんで、ちょっとプライベートな感じを味わいたい人はね、茶室付きの2000円の方入ったらいいかなと思います。まあ感想としてはね、入った時は暑いんですけど、まあ慣れたら結構僕でも耐えれる感じでしたね。なので皆さんも愛媛県に来たら、こちらの道後温泉絶対に来てください。こちらはあの道後温泉の総本山みたいな感じで、あの本総湯っていうところになるんですが、他にも道後温泉結構日帰り入浴できるとこあるんで、まあそちらも合わせて行ってみてください。ということで愛媛県の一観光はこちらの道後温泉入浴でね、認定とさせていただくので、愛媛県一観光一グルメ制覇となります。ではね、ちょっと街をね散策していこうと思います。はい、ということでね、道後温泉駅前に戻ってきたんですが、なんかねモーニングとか食べれる店ないかなと思って歩いてたら、何もなかったんでね、もうなんかどこもお店閉まってますね。多分10時ぐらいからどんどん開くと思うんですけど、やっぱあのこう食べ歩きもね一応できるんですが、あの時間帯によってはねできないで、皆さん気をつけてください。それにしてもね、あの朝のやっぱ道後温泉って結構人いなくて静かでいいなと思いましたね。こういうのもいいっすよね。ということで、もうやることもないんで、この伊予鉄乗って松山駅の方に戻りたいと思います。それでは路面電車に乗って松山駅の方に戻りたいと思います。この伊予鉄の路面電車の特徴としては、運転席の後ろに席のある車両が多くてですね、運が良ければこんな感じで全面展望を楽しむことができます。いやこの光景も鉄オタには、ね、非常にたまらない光景となっています。そしてこんな感じでね、場所によっては前の路面電車の車両と間隔が狭すぎる場所なんていうのもあるんですが、いやこれもね見ていたら非常に面白いものですね。はい、ということでね、ここどこだ、あ、JR 松山駅の方に戻ってきました。ということでね、まあ本当はね松山城とか行きたかったんですけど、松山城もね結構ちょっと行くのがねちょっと大変なので、今回は、道後温泉だけでね一観光ということになりますが、まあまた愛媛県も来るので、ね、またその時に楽しみは取っておこうかなと思います。ということでまた今からホテル戻って、もう目の前にね駅あるんで、もうこっからまたバースデー切符使ってグリーン車乗り倒していこうと思います。はい、ということでね、松山駅に戻ってきたんですが、愛媛県の感想としてはね、やっぱ県庁所在地に温泉があるっていうのが僕は面白いなと思いましたね。やっぱり道後温泉って結構日本でも結構有名な温泉の一つなんですが、それが県庁所在地の松山にあるっていうので、やっぱこういう街中に
こんな立派な温泉があるんだっていうのに驚いたので、非常になんかいいですね。やっぱ温泉街って言ったらなんか田舎にあることが多いんですけど、こういう街中に温泉があるっていうのも数少ないと思うので非常におすすめです。まあ街中にあるんだったら今まで行ったところで思い浮かぶとこだと別府とかかな、そんぐらいですかね。でもまあ別府もこんなに栄えてなかったんで、でも松山って非常に面白いなと思いました。ではね、今から朝食を食べに行きたいと思います。はい、今日のね朝食は松山駅の隣にあるパン屋さんでね、こんな感じで買ってみました。クロワッサンとミニドーナツと焼きたてのチーズなんちゃらパンみたいなやつとジュースつけました。美味しそうですね。朝から優雅な朝食でございます。ではここからバースデー切符を使ったね旅を始めていこうと思います。本日2日目にね最初に乗るのは特急石槌12号高松行きです。昨日の石槌号はグリーン車なかったんですが、今日の車両はね8600系をねちゃんと選んだんで、なんかグリーン車が設定されていますね。まあこの特急石槌号というのは基本的に特急潮風号岡山行きと連結して運転されるんですが、まあ特急石槌号の方には基本的にグリーン車はないみたいです。今日の列車はなんかグリーン車がついているところでラッキーですね。ということでなんかすごい面白い編成なんですけど、3両足す2両足す3両の編成ということで、まあ乗る列車車両は6号車なんで、ちょっと先頭の方行ってみたいと思います。それでは乗っていこうと思います。今日乗るのはこちらの6号車となっているんですね。おお、これがグリーン車か。本日はこちらの1A 席を確保しました。こっちの方がね海が綺麗に見える感じになっています。いや予約時点ではね、あの僕以外予約してなかったんで、ワンチャン全区間貸し切りいけるかな。岡山方面だったらねグリーン車の需要あると思うんですが、高松行きはあんま需要がないかもしれないですが、いやこれはいいですね。それでは座席解説していこうと思います。テーブルがねこんな感じで、うわ広い、あ前後するんだこれ、いやこれはいいな。で横に荷物掛けがありまして、窓枠があるので荷物掛け3つある感じになっています。で座席ポケットとペットボトルホルダーで、これがですねフットレストですね。あ土足用と靴下用があるんですね。で前席に、こっちどこかな、多分肘掛けのここですね、ここに前席コンセント完備となっておりまして、ヘッドレストはねちゃんと動きます。でこのグリーン車すごいのがねこれなんですよ。まずこっちをしますと、あ動きました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 、フットレストレッグレストかなが動きまして、でこっちのボタンを押すとね、ああれああこれかフットレスト用が電動ボタンになってまして、このリクライニングボタンを押すと、おおこんな感じでねめっちゃ深く倒れるんですよ。いや昨日乗ったね8000系のグリーン車と比較したらもうこれも新幹線並みのグリーン車なんですよ。おすげえなこれって思いますね。皆さんは8000系と8600系だったらどっちのグリーン車が好きかね、ぜひコメントで教えてほしいなと思います。いやーこのグリーン車は大当たりだ。いややばくないっすかこれ、一番後ろの席でね誰もいなくてね、あこっちじゃないわ、お待たせいたしました。いやリクライニングボタンとね足の移動のボタンがややこしいんですが、こんな感じでね、いやー1回ぐらいリクライニング倒して寝るそうっすね。でも寝るのもったいないんで頑張って起きときますか。いや最高すぎるなこれ。9時15分、電車は松山駅を出発しました。こんな感じで撮影日時点の松山駅は地上駅となっているんですが、隣にはね高架化された松山駅がねほぼ完成しております。今年の秋ぐらいにこの高架駅の松山駅がね許容開始されるということで、次来る頃にはですねこの地上駅に出発する光景が見れなくなるって考えると非常になんか寂しいですね。そしてこんな感じで道路を挟んでまた瀬戸内海が見えてきました。やっぱりこの特急潮風号がね走る予算線はですね瀬戸内海と並走する機会が多いので、この進行方向左側の席に乗ったら瀬戸内海を綺麗に見ることができるので非常におすすめです。
そして車内はこんな感じで、まさかのね、この時点では誰も乗っていないというね、グリーン車独占にね成功していて、非常に感慨深いですね。そして電車は宇多津駅到着前なんですが、この駅で特急石鎚号と潮風号の切り離しが行われるので、乗務員の方がね切り離しに向けた準備を行っています。まあ貫通路が使用できなくなるといった感じです。はい、宇多津駅に到着しました。この駅で高松行きの石鎚号と岡山に行きの潮風号の切り離しが行われます。現在ねこんな感じで切り離しを行われています。ちょっとまあ全てはお届けしたいんですが、出発シーンだけお届けしたいと思います。いかがでしょうか。そして電車は宇多津駅を出発していきます。先に出発するのは高松行きの特急石鎚号で、この石鎚号が出発した後に岡山行きの潮風号が出発するといった感じになっています。こんな感じで車内から切り離しの光景を見ることができるのでね、なんか非常に面白いですよね。またこんな感じで岡山行きと高松行きで分かれるという光景もね、なんかすごい感慨深いなと思います。はい、高松駅に到着しました。いやマジで8600系のグリーン車は快適すぎますね。もう何でしょう、もうグリーン車マジで誰も乗ってなかったんですよ、僕以外で。リクライニングを思いっきり倒して昼寝して、もうぐーたら過ごすあのグリーン車はね、昨日乗った8000系のグリーン車より最高でしたね。ということで、高松に来たということで、一応ね香川県の一グルメをやってからまた次の列車に乗り換えたいと思います。ということで駅の外出てみましょう。はい、ということで、高松駅にやってきました。ということでね、乗り換え時間が1時間あるので、香川県の一グルメだけやりたいと思います。やっぱりね香川県といったら皆さんあのグルメしかないですよね。そうですね、もう駅のね真ん前にねデカデカと看板あります、さぬきうどんでございます。いやもうとりあえずね、もう僕さぬきうどんは本場で食べたいんでね、とりあえず駅前に、あそこに目の前にねなんかさぬきうどんの店あるんで、ちょっと行ってみたいと思います。ということでね、やってきたのはさぬきうどんメリケン屋でございます。あちらにね香川うどん4位3年連続受賞みたいな感じでね、やっぱすごそうなうどん屋さんですね。こんな感じでねもう行列できててね、ちょうど今がねちょっとお昼の休み時間ということで、もうビジネスマンとか旅行客とかもう幅広い世代来てるんでね、いや食べれるかな、まあうどん屋だったら回転早いということで食べれると思うので並んでいきたいと思います。はい、ということでねメリケン屋でいろいろ頼んでみました。今回はねランチセットということで、このいなりとおにぎりまたは選択制で天ぷらが1個ついて、このかけうどんが500円で頼める感じです。まあこれだけいろいろ頼んでも700円ぐらいなんで意外とリーズナブルですね。では食べていきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。天かす、あ、天かすもサクサクしてるわ。で、うどんはこんな感じですね。いただきます。慣れ親しんだ味ですね。やっぱねこのメリケン屋ってなんか調べたら日本各地にあるらしいんですけど、やっぱ四国で食べる讃岐うどんに価値があるので、皆さんもね好きな讃岐うどん屋探してみてください。ということで香川県の一グルメは讃岐うどんで制覇です。現場からは以上です。はい、讃岐うどんねメリケン屋さん食べてきました。やっぱり本場で食べる讃岐うどんってやっぱいいっすね。やっぱり世間でね流通してるうどんの多くが讃岐うどんだと僕は思ってるんですが、やっぱりねあのもちもち感っていうのはやっぱ美味しいなって思いますね。いや1時ぐらいになったんですけど結構行列もできておりまして、非常に人気店となっております。ちなみにこのメリケン屋多分ね JR のなんかチラシとかがあったんで JR グループなのかなって思います。あの結構東京とかあの大阪にもあるらしいんですが、まあ一応ここだったらね讃岐うどんと書いてまして、目の前に駅があるんで多分ね一番近い讃岐うどん屋さんで、あちらのね香川うどんランキング4位にもなってるんでね、ぜひ興味のある方行ってみてください。はい、ということで高松駅の6番ホームにやってきました。次に乗るのがねこちらの快速マリンライナー34号岡山行きに乗りたいと思います。その3分後にはね快速サンポート南風リレー号みたいなやつがね出て、これに乗って宇多津駅まで行くことができるんですが、まあ時間があるのでこのマリンライナーに乗って坂出まで行って、坂出で、ね、
あちらに止まってる快速サンポート南風リレー号、もう名前が長い、まあ、これに乗って、まあ、うだつなんかすごい名前似てるんですけど、まあ、多分うだつの方だと思いますが、その方に行きたいと思います。ではね、マニーラーナー乗っていきましょう。13時10分、電車は高松駅を出発していきます。ここから坂出駅までね、ちょっとマリンライナーに乗っていこうと思います。こんな感じで高松駅の出発時の特徴というのは、1回加速して1回止まって再度加速していくといった感じの面白い出発光景を見ることができます。やっぱりこの 3VF インバータを聞くと、関西人からしたらなんか新快速に乗っているなという気分になるんですよね。そして左側には徳島行きのね、特急うずしお号と同時出発する光景を見ることができました。そしてこんな感じで予算線内をね、電車は爆走運転していきます。やっぱり快速マリンライナーって時速130キロはね出せるので、やっぱりこれ見ると地方都市の新快速だなと思っていて、非常に面白いですね。はい、坂出駅に到着したので、乗ってきた列車見送っていきたいと思います。次はね、こちらの快速サンポート南風リレー号みたいなのに乗って、その次のね、宇田津まで行きたいと思います。13時30分、電車は坂出駅を出発しました。こんな感じで次の宇田津駅までは約4分間乗る感じになっているんですが、今乗っている7000系車両は半室運転台構造となっていまして、至近距離で全面展望を楽しめるのが魅力の一つとなっています。そして、はい、ということで宇田津駅に到着したので、乗ってきた列車見送っていこうと思います。なので、ここで2時半ほど座って一体過ごしていきたいと思います。13時40分、列車は宇田津駅を出発しました。ここから約2時間、グリーン車にゆったりくつろぎながら高知駅の方を目指したいと思います。やっぱりグリーン車はいいですよね。そして列車は多度津駅に到着しました。この駅で先ほど乗ってきた快速サンポート南風リレー号と接続を行います。こんな感じでリレー列車ということもあってね、対面乗り換えできるのが特徴です。列車は琴平駅に到着しました。この駅はこんぴら参りでおなじみの琴平宮っていう場所の最寄り駅となっています。この琴平駅までは電化化されていて、一部サンライズ号が乗り入れたりもします。そして琴平駅を出るとね、特急南風号は爆走運転を行います。この今乗っている2700系の特徴なんですが、自然振り子式を採用しているので、ご覧のようにカーブではね、車体を傾けながら高速運転する光景を見ることができるんですね。いやー、これはねマジでジェットコースターに乗っている感覚になります。また特急南風号は四国山地の山間部のところを通るので、一部区間ではフリー Wi-Fi をつなっていても圏外になることもあるんですね。そして列車は阿波池田駅に到着しました。この駅では徳島線と乗り換えすることができます。こちらの徳島線には特急剣山みたいな車両が走っておりまして、阿波池田と徳島駅の方をダイレクトで結ぶ感じになっています。吉野川沿いに走るのでね、非常にいい絶景路線ですよ。そしてこんな感じで山の中を走っていくわけなんですが、いやー、やっぱり川の色がね青いですよ。この川の特徴としてはね、絶景という点がねあるんですね。いや、四国一川の色が綺麗な路線はここかなと思いますね。そして列車は高知駅の方に近づいてきたわけなんですが、もうグリーン車が快適すぎてね、ずっと寝ていた感じでございます。いや、でも高知駅の手前でも爆走運転してるのでね、いや、終始南風号って速いんだなというのを実感しましたね。はい、
ちなみに人生初の高知県上陸でございます。ということで今からですね、今日は高知に宿泊するので高知県の方でね、一観光一グルメやっていこうと思います。はい、ということでね、高知駅前こんな感じになってまして、観光案内所がねすごい立派です。で、駅はね公開機になっていて、いやなんか四国の駅って結構立派な駅が多いですね。ということで今から高知県の一観光やっていくんですが、近くにね高知城とかあるんですけど、やっぱり高知県の魅力っていうのは太平洋側に面してるんでね、海が見たいなと思いました。ちょうどね春になりまして、最長片道切符の旅よりも日照時間が長くなったんでね、ちょっと今から海を見に行こうと思います。ということでこっち側じゃなくて海に行くバスが北口の方から出るみたいなんで乗っていこうと思います。でバス乗り場にやってきました。なんかすっごい古そうな土佐電バスですね。これに乗って海の方ですね、こちらで桂浜でいいのかなという場所に行きたいと思います。それではバスに乗って桂浜の方へ向かいたいと思います。こんな感じで駅の北側はバスロータリーになってて、いろんなバスが行き来している感じですね。対して南側には土佐電の路面電車の駅があるのでね、バスと路面電車で結構北と南で分かれているのかなと思いました。いや見てください、いや絶景すぎません？こんな感じで車内からね太平洋を見ることができます。ちょっと曇ってるんですけど、いやこれがバスから見るのは絶景だ。はい、ということで桂浜に到着しました。バス停のね左側にはいろいろ美味しそうな飲食店とかカフェがあるんですけど、だいたい5時ぐらいにね閉まるみたいなので、ちょっと今回はこれらのエリアはちょっとパスします。でもねめっちゃくちゃ綺麗なんですよね。まあお金の経費削減ということもかけてこの回はパスします。ということでね、やっぱ桂浜の名物といってやっぱ先ほどバスからも見えた海なのでね、やっぱりまずはね海に行きたいと思います。ということで桂浜の海岸の方にやってきました。おーすごいぞこれ。もうなんかちょっと今日はね曇ってるんですけど、晴れてたらめっちゃすごい水平線が見えます。すごいな。やっぱねこういう海岸もね春に来る方がねやっぱめっちゃくちゃいいんですよね。で桂浜のね岩もあります。ということでまあ1時間あればだいたい全部見れるんで、いろいろ見ていこうと思います。なんかここ来て初めて知ったんですけど、高知県といえばあの方っていうね方の銅像があるみたいなんで、ちょっと見に行こうと思います。ということでね、高知県の偉人といえばこの方でございます。坂本龍馬でございます。こんな感じでね、坂本龍馬の銅像がねあるっていうのはね非常にすごいなと思います。いやこの銅像がねこんな桂浜とかにあるんだなというのを非常に驚きました。多分この坂本龍馬っていう人はね明治時代にまあ活躍した人かなと思います。やばい、最長片道切符の時も思ったんですけど、日本史の歴史の知識がねちょっと抜けてるんでね、なんかまあここにもねなんか説明版あるんでちょっと読んでいきますか。ちょっと軽く復習ですね。坂本龍馬はまあ高知出身の人で、まあ江戸に行き、あ江戸時代に活躍した人かこの人。なんかまあなんか倒幕運動した人、そうね、幕末のその倒幕運動した人ですね。明治時代はね多分この人多分死んでんちゃうかなって思います。でなんかその薩長同盟とかいろいろあった時に、まあこの桂浜っていうところに坂本龍馬の銅像を作ったというような歴史があるみたいです。まあざっくり言うとこんな感じですね。坂本龍馬像の下のところはこんな感じで砂浜がありましてね、桂浜というだけであってこんな感じで海がね綺麗に見えます。多分ここはね海水浴場じゃないと思うんですけど、まあめちゃくちゃいい水平線がねこう見えるね、高知県の絶景スポットとなっています。まあ高知県だったらもうちょっと足摺岬とか室戸岬とかもう魅力的な景勝地とか行ってみたいとこあるんですけど、交通の便がね悪すぎるんで、今日はね高知駅から行ける足摺岬、おなんだなんか警笛が鳴ってきたんですけど、なんか気になりますね。ちょ一回向こう行ってみますか。多分あっちの方がねあれ高知港だと思うんですけど、あんな感じでクルーズ船かな、
いや、あれはね、どう見てもクルーズ船なんですけど、なんかクルーズ船が今日高知の方に来てるみたいで、うわすごいな。横浜とかで行った時もクルーズ船見たんですけど、なんか絶対高そうなやつですよね。あの警笛かはわからないんですけど、なんか港も見えるみたいです。ということでね、まあ海の近くに来ました。まあちょっと波があるなという感じではあるんですが、やっぱこうやって海のね潮風を感じながらこういうのを見るっていうのもいいですよね。マジでね、この警笛の音が何か気になるんですけど、クルーズ船なのかな、なんか時報みたいなのかちょっと気になるんですが、いやーやっぱ海をねこうやって見るっていうのも非常にいいものでございます。でもねこれ見てるとちょっと思ったことがあって、すごい周辺がねこれ木々に囲まれてるんですよ。であっちの方にね灯台とかがあったりするので、最長片道切符でね、ま、訪問したあの静岡県にある美保海岸に似てるなと思いました。まあ美保海岸も結構歴史的な場所なんですけど、まあこちらもねそれに匹敵するぐらいの場所となっています。しかしねあっちの方には富士山は見えません。まあ当然ですけどね。いやでもいいねこういう景色も。でも晴れてる日だったらね、本当何も邪魔されない、もう一面太平洋の水平線見れるんでね、いやーこれはリピーターになってしまうね。ちょっとね海岸の西の方にやってきたんですが、あちらにはね水族館もあるみたいです。ちなみにもうさすがにもう水族館は営業終わってますが、こんな海にスレスレの場所に水族館あるとこってあんま見ないんでね、珍しいですよね。なんかこちらにはね竜宮橋っていうのがありましてね、なんか竜宮城を思わせるような橋なんですけれども、なんか竜宮伝説ってね日本各地探したらいろんなとこにあるなと思います。で、おすごい、見てください、クルーズ船がね今出港してますね。多分その警笛だったんかなと思いますけど、いやクルーズ船がね出港する光景なんて見たことないんでね、いやこれは珍しいっすよ。はい、ということで早鷹神社って呼ばれるとこにやってきました。いや見てくださいよこれ、神社とは思えない絶景がね広がっております。もう晴れてたらねもうここ一面水平線が見えるんですが、ちょっとこの木がある関係で見えにくいんですけれどもね、いやーすごいっすよここ。下の方にも神社があってまた行くんですけれども、ここまでの来る道のりっていうのがマジで断崖絶壁です。すごいよねこんなとこに神社があるんだと思って驚いたんですけれども、すごい。いやこれはちょっと自分初めて来たけど好きになっちゃうな、これ最高すぎるだろこれ。ちょっと天気あれなんですけど、また晴れてる日にリベンジしたい。でも良すぎる、最高で、あっちの方には志津岬で、こっちの方には室戸岬が見えるみたいですが、いやーいいよこれ、言葉では表せないんですよほんまに。いやでも太平洋なんでね波も静かですごいいい場所だなと思います。いやいい、すごい。それでこちらにはねなんか方角マップっていうのがありまして、こっちが南側になります。で南からちょっと南南西ぐらいの方に行ったら足摺岬で、南南東ぐらいの方角行ったらね、これオーストラリアの首都キャンベラが7800メートル先にあるみたいです。で東東南、南東東でいいかな、まあ、だいたいこっちの方角見たらこれ室戸岬があるみたいですね。でまあ反対側だったらこんな感じで東京大阪アメリカヨーロッパアジアがあるというような感じで、いやーロマンがありますよこれ。はい、ということでねこっちには渡墨神社っていうこの赤色のね建物が特徴の断崖絶壁にある神社にやってきました。ついさっきねお賽銭のとこが閉まって、まあ一応ここでもねお賽銭入れることができます。でまたあちらでね警笛が鳴ったんですが、なんか調べたらあのクルーズ船アメリカのクルーズ船みたいで、なんか大阪からなんかツアーでいろいろ回ってるみたいです。いや日本にああいうクルーズ船がね来るときに遭遇できてよかったなと思うんですけど、いやクルーズ船ってロマンありますよね。ということで高知県の一観光はこちらの桂浜で認定ということになります。あと10分でね高知駅に行くバスが来るんで、ちょっと駅のバス停の方にね戻りたいと思います。それではねバスターミナルの方戻ってきたんで、このバス乗って高知駅の方に戻りたいと思います。
それではバスに乗って高知駅の方に戻ろうと思うんですが、こんな感じで桂浜到着前と出発後の光景はマジで絶景です。こんな感じで高台から太平洋を見るのもね、非常にいいですね。奥にはちょっぴり偶然も見えます。はい、ということで高知駅の方に戻ってきました。ということで今からねホテルの方に行きたいと思います。まあ、ホテルはね路面電車乗ったら2駅で行けるんですけど、ちょっと多分路面電車乗る金ないんで、まあ一応歩くこともできるんでね、今回は徒歩で行きたいと思います。すごいよこれ、電柱中に鳥が並んでる。こんなアニメみたいな光景あるかよって思いますけど、いやなんか嫌なこと起きないよな、大丈夫だよねみたいな感じ思うんすか。いやすごいな上。ということでやってきたのはホテルファーストさんというところでございます。まあビジホなんですけど、あの結構4000円ぐらいでね取れたんで、ちょっと今からここ泊まっていきたいと思います。はい、ホテル到着しました。こんな感じのシングルルームですね。なんかすごい臭いんですけど、多分ねここのホテル喫煙ルームがないんですよ。なんでめっちゃくちゃなんかリセッシュしてるらしいんですけどね、マジでちょっとまあ匂いでやられますね。多分灰皿いい匂いしないんだけどね。でまあこんな感じでなってまして、露天風呂とね朝食のサービスがあるのが非常に魅力的です。ではね早速高知県の一グルメ行きたいと思います。はい、ということでね今からこの土佐殿に乗って一グルメを食べにちょっと繁華街の方に行きたいと思います。ちなみにね到着メロディーがねファミマの入店音なんすよね。いや面白いな。うわすごい古いタイプの車両ですね。いやではこれに乗って途中の駅まで行きたいと思います。それでは土佐殿の路面電車に乗って夜のね高知の一グルメを食べに行きたいと思います。こんな感じで松山でも路面電車乗ったんですが、高知の路面電車はですね交通系 IC カードが使えません。まあこれは田舎あるあるかもしれないんですけど、路面電車も地域によって個性がありますね。播磨屋橋というところにやってきました。こんな感じで十字でね、路面電車がクロスしているんですが、まああの直通の列車がないんで、なんか乗り換え券もらったらなんか乗り換えた先の電車がタダになるみたいな感じになるので、まあ参考にしてください。ということで次はこっちの列車乗って西の方にね行ってみたいと思います。では路面電車が来たので、ね、また乗り換えで乗っていきたいと思います。はい、堀爪という駅にね到着しました。本日の一グルメはあちらでねホテルでの方にお勧めいただいた明神丸という店にね行ってみたいと思います。いや高知といったらねあれ食べないといけないので、今から行ってみたいと思います。すごいっすよ、カツオのたたきってこうやって作るんですね。いや本物の日に焼き上げられています。いやステーキみたいです。すごいなこれ。はい、ということでね料理到着しました。なんかこちらがねなんか小夏っていうみかんが入ったソーダになってまして、こちらがお通しの迷子っていう回らしいですね。迷子って言われたらね僕あのバンドリシリーズのあの迷子っていう5人組グループしか思い浮かばないですか。まあ食レポはねカツオがメインなんで、ちょっとこれはねさっと食べていきたいと思います。はい、ということでね最初に頼んだのはクジラの竜田揚げでございます。こちらもねなんか結構珍しそうなメニューなんで、まあ結構クジラの竜田揚げとか長崎とか行ったら食べれるんですけど、まあ今日はねここで食べたいと思います。食レポのメインはカツオのたたきなんで、ちょっとね待ってください。なんでねカツオのたたきをね今豪快に焼いてるとこなんで、ちょっとこれを食べながら待ちたいと思います。いやついにねカツオのたたきが到着しました。こんな感じでねさっきのように火でねマジで炙ってる感じだったんで、いやすごいステーキみたいですね。では早速本場のカツオのたたきはどうなのか実食していきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。はい、はい、こんな感じですね。いただきます。そちらも売り切れになりまして、うわすごっ。はい、はい、クジラの竜田揚げですね。はい、よく考えたらすごいですよね、カツオのたたきって。外はね、こんな感じで焼かれてるんですが、中がね、刺身なんですよ。まあ皆さん知ってると思うんですけどね、やっぱこれがいいんですよね。焦げた感じと刺身の感じが味わえるのはカツオのたたきの魅力かなと思います。ということで、高知県はですね
桂浜の海岸で一観光、そしてこちらのカツオたぬきで一グルメということで高知県は制覇となります。現場からは以上です。はい、ということで明神丸さんで、カツオのたたき食べてきました。いや人気店でしたね。やっぱ本店ということもあるんですが、マジで行列できてすごいうまかったです。あんな豪快に火で焼いてるの初めて見たんでね、なんか魚のステーキみたいな感じでね、面白かったですね。ではまた路面電車乗って、ホテルの方戻りたいと思います。はい、ということで路面電車やってきたので、これ乗って、ハリーマヤ橋という駅まで行きたいと思います。はい、ということでね、カツオのたたき食べてホテル戻ってきたんですけど、なんか路面電車使うよりも、あ、多分走って帰った方が早かったですね。結構路面電車のね、時間の感覚がね、タイミング悪かったら結構乗り継ぎとかで待たされるんで、まあ歩ける距離だったらね、歩いた方が節約になるかなと思います。まあホテルもね、一泊4000円で朝食付きで温泉もついてて非常にいいとこだなと思います。でね、今日も2日目は終わったんですが、明日のね、最終日にまた香川県の一観光と徳島県の一観光をして、また徳島から和歌山経由でフェリーと特急サザン乗って大阪に戻る感じになります。明日がね、雨らしいんすよ。もう全国的に雨らしいんすよ。なんでね、一観光できるかっていうところに問題があるんですが、天気がどうであろうと一観光は絶対するので、はい、楽しみにしておいてください。ではおやすみなさい。はい、おはようございます。3日目でございます。3日目はね、もう高知は雨が降っておりますね。いやー、2日間はね、晴れてたのに雨が降るなんて残念ですが、まあ雨だろうとも普通にね、取材はしていこうと思いますので、まあ最初はね、無料朝食だけもらいに行こうと思います。はい、朝食はこんな感じでね、パンとサラダとフルーツの簡単な朝食になります。ちょっとね、トースターの使い方が分からなくて、パン焼きすぎましたね。で、紅茶も一応ついてきます。ということでね、まあ食レポないんで、まあ時間ないんで、さっと食べていきたいと思います。はい、ということでね、高知駅の方にやってきました。雨の中歩くん大変でしたね。本日乗るのは南風6号岡山行きです。これに乗ってね、またグリーン車で乗れる宇立という駅までね、行きたいと思います。で、高知駅すごいのが、交通系 IC カード使えないのに徳島県とは違って自動改札ちゃんとあるんですね。いや、これはすごいですね。ちなみにさっきね、こちらの緑の窓口があと5分で開くらしいんですけど、開いてなかったんで、隣のね、緑の券売機プラス使ってみたら、なんか JR 四国だったんで、すぐ繋がりましたね。いや、すぐ繋がるんやったらマジで使いやすいんですけどね、何十分とか何十人も待たされるんだったら、まあ窓口で買うなりネットで買うなりした方がいいかなと思いましたね。以上です。ということで、高知駅の一番乗り場にやってきました。本日乗車するのがこちらの南風6号岡山行きとなっているんですが、車両の方がね、アンパンマンの車両となっています。 JR 四国っていうのは、結構20年ぐらい前からアンパンマンの列車っていうのが多数走ってまして、まあ時刻表を見たらアンパンマン列車で運転とか書いてあります。ちなみに今回は工程の都合上で、まあこの列車に乗るということになりました。ということで、まあちょっとね、このグリーン車がついてる1号車はちょっと面白いので、それも合わせて解説していこうと思います。それでは乗っていきましょう。まずね、1号車車内見てください。これ、うわ、すげえな。これ、いろんなところにね、これアンパンマンがね、書いてあります。まあキャラクターだし、見た方がいいわ。でね、もう著作権大丈夫なんだ。で、1号車のね、この搬出の指定席の方はこんな感じでね、アンパンマンとかいろんなね、キャラクターの座席になっています。で、テーブルがね、多分、あ、こんな感じでね、なんかテーブルもね、これアンパンマンのなんかステッカーが貼られてるんですよね。わ、上も、天井もな、天井もアンパンマンか、すごいな。まあ今回はね、グリーン車なんですけど、グリーン車はね、普通にまあ通常通りの高級な空間が広がっております。今回はですね、こちらの 1C 席を確保しました。まあ最後列でね、昨日は左、こっち側座ったんで、今日はこっち側座りたいと思います。ではこれに乗って途中の宇立まで行きたいと思います。8時1分、列車は高知駅を出発しました。昨日と同様、宇立までね、グリーン車乗ってまた来た道を戻っていこうと思います。こんな感じで高知駅は高架駅になっているので、結構立派だなと思います。現在県庁所在地駅では唯一
高知駅だけ高架駅になっているのかなと見て思いましたね。列車は御免駅に到着しました。いや見てください、御免駅ってね、見ただけでも何に対して謝ってるのかみたいな感じの駅となっておりますが、こんな感じでね、駅名をたどったね、面白いロゴ合わせの駅も多くあるんですよね。そしてこんな感じで山間部をね走行していくわけなんですが、ところどころでね桜も咲いております。やっぱり山間部でねカーブも多い区間が多いんですけど、こんな感じで爆走運転をしていく光景って非常にスリリングですよね。いやー結構速いなーっていうのを本当に感じましたよ。はい、今ね山間部走ってるんですけどね、マジですんごいトンネルとね急カーブが多いんで、ね、ですけどこんな感じで爆走運転しています。ちなみにこの2700系ってあの振り子装置がついてるんですけど、あの元祖ながらの振り子装置なんですね。なのでもう自然にねこうカーブ来たらね車体を傾けるというような感じになってるみたいです。いやすごいですね、もう山間部でも爆走運転できるって、この機動車が全国にあればいいなと思うのも私だけでしょうか。そして列車は阿波池田駅に到着しました。こんな感じで駅の周りが山に囲まれているのでね、なんかすごい神秘的な光景を見ることができるのかなと思います。そして列車は宇達駅に到着しました。この駅で徳島からやってきた特急うずしお号と連結を行うんですね。こんな感じで車内から連結を見る光景最高ですね。はい、ということで宇達駅に到着しました。この駅でね前3両に徳島からやってきたうずしお号を連結する感じになります。うずしおの方はね普通の2700系で、こっちのアンパンマンの列車の方はあの南風号だけになるみたいです。いや面白い連結ですね。なんでねこの連結で今からあの瀬戸大橋渡って岡山に行く感じになります。今回はねこの宇達で降りてまた三方と南風リレー号に乗って高松に行く感じになります。では乗ってきた列車を見送っていきたいと思います。次はねこちらの快速南風三方と南風リレー号を乗って、高松まで行きたいと思います。10時電車は宇達駅を出発しました。ここからまた快速三方と南風リレー号に乗って高松に向かうわけなんですが、高知から高松行きの特急っていうのが非常に本数が少ないのでね、こんな感じでリレー列車に乗り換える形になってるんですね。またこの車両のねモーター音が非常にうるさくていいですね。こんな感じで予算線内も一部区間は爆走運転をする光景が見れるので非常に面白いです。マリンライナーとかも爆走運転してるんですが、こんななんかローカルチックな車両がね爆走運転している光景を見ると非常にテンションが上がりますね。はい、ということで高松駅に到着しました。やっぱ高松ってなんか3日ぐらい連続で来てるんですけれどもね、まあ工程の都合上仕方ないことだと思いますが、ということであの昨日はあの高松の駅前のメリケン屋で一グルメやったんですけど、まだ一観光ができていません。こんな感じで雨が降っててねちょっと行ける場所がもしかしたら限られるかもしれないんですが、今からですねこの香川県の一観光していたいと思います。はい、それではね今から香川県の一観光やっていこうと思うんですが、まずその一観光の場所に行くには鉄道に乗った方がいいということで、今からこの普通ワンマン引き田駅に乗ってねちょっとその観光地の方に行きたいと思います。なんかねこのバースデーキープだったらもちろん JR の普通もね乗れるんで、これ乗ってね行きたいと思います。それでは香川県の一観光のために高徳線の普通列車に乗ってね移動していくんですが、やっぱり一観光で JR に乗るっていうのが意外
になっており、非常に楽しいですね。まあこんな感じでバースデー切符が使えるので、経費削減にもなります。ということで立院公園北口駅に到着しました。ということで乗ってきた列車を見送っていこうと思います。はい、ということでね、やってきたのは栗林公園でございます。こちらもね、香川県では結構有名な観光地となっているみたいです。この季節はね、ちょうど桜が咲いてるみたいなので、もしかしたら中で桜見れるかもしれないんで入っていきましょう。それでね、ずっとね、雨朝から降ってたんですけど、サンシャインパワーで曇りになりましたね。いやー、ついてるな。ということで入っていきましょう。ということでね、今北門から一番近いとこにこう桜ロードがあるんですけど、ちょうどね、撮影時期は満開でございます。やっぱりサンシャインマムラは4月の9日生まれ、あの星屑テレバスのライモンさんと一緒なんでね、ちょうど桜がね、見頃の時期となってるんですよね。やっぱりね、春生まれってやっぱいいですよ。やっぱいろんな四季、誕生日、生まれがあるんですけど、やっぱりね、桜が見れるっていうのはね、やっぱ春生まれの特権かなと思います。それもね、4月上旬の人に限る話なんでね。ああ、いいっすよこれは。で、ということで、まあ今日は栗林公園、まあ本来はね庭園みたいになってるんですけど、まあちょっとね、雨もなんか急に降り出してきたんでね、まあ主に今日はあの桜メインでね、いろいろ見ていこうと思います。こんな感じでね、桜が咲いてるとこもあれば、こんな感じでね、一本だけ桜が咲いてるとこもあるんですね。なんか雨降り出してきたな、なんか残念やけど、まあもうちょっとね、歩いていろいろ見ていきたいと思います。はい、ということでね、こっちの南側の方にやってきました。こちらの栗林公園は北側と南側でその庭園の作りが異なりまして、こっちの方が昔っぽい庭園をイメージしているそうです。で、さっき見てきた方はちょっと近代っぽい感じになってるみたいです。こんな感じでこっちの方がね、池も広くて、いや兼六園とかも行ったことあるんですけど、似たような庭園でね、後楽園とかも行ったことあるんですけど、こっちはなんか広いですね。やっぱこうお堀が広い、やっぱりそのお堀を回る船のツアーとかもあるみたいなんですけど、やっぱこっちの方がやっぱ開放的でいいなと思いましたね。それで栗林公園の中にはこんな感じのなんかすんごい立派なね、建物がありまして、こちらでなんかお茶とかなんか飲めるみたいらしいです。で、やっぱ注目なのがね、この横にあるね、木なんですよ。こちらの木何かって言いますと、なんか結構この園内でも高いヒマラヤ杉って呼ばれるやつらしくて、なんか結構すごいらしいです。で、こちらはね、建物が明治32年に香川県博物館として建築されて、なんか回路構造になってる感じで、横左右に建物がある感じで、いやすごいですねこの木も。で、向こう側にはね、まだ桜ロードがありまして、いやー、やっぱこういう時期に来るからこそ価値がありますね。はい、ということでね、栗林公園見てきました。やっぱりまあ桜が咲いてるっていうのもあるんですけど、やっぱり今まで見た庭園公園としてはね、なんか一番広かったなという印象でございます。ちなみにこちらの栗林公園は特別名勝にも認定されているみたいで、結構行く価値はあるかなと思います。あとはね、来るんだったら晴れの日が一番歩きやすいかなと思うんで、まあ日をね見て興味のある方は行ってみてください。ではね、これでまあ香川県の一観光一グルメはね、制覇されたわけなんですが、まあ一応ね、今からまあお昼を食べに、またあれをね食べに行こうと思います。まあ昨日とはね、また別のとこ行こうと思うんで、じゃあご覧ください。ということで、やってきたのはこちらの上原屋本店さんというね、うどん屋でございます。こちらあの観光案内所で栗林公園の近くにあるということを教えてもらったんですけど、いやなんかすごいローカル感ありますよね。ということで、まあ今日はね、このローカル感ある店でね、さぬきうどんを食べたいと思います。ということで、今日はね、さぬきうどん注文してみました。こんな感じでね、今日はぶっかけうどんということで、ちょっとね、昨日がぶっかけうどんで、今日が釜揚げうどんですね。ということでね、食べていきたいと思います。それでは食べていきたいと思います。いただきます。まずね、釜揚げうどんってこう、ただ揚げてね、皿に盛り付けただけなんで、あのつけ麺みたいな感じでね、こう付属のつゆにね、つけて食べるというようなスタイルになっています。ということでね、つけたんでこんな感じで食べたいと思います。いただきます。熱っ。
っぱ茹でたてはちゃうわ。あ、これもね、もちもちで非常にいいですよ。やっぱ香川でうどん食う、うどんの方がね一番うまいですね。ということで、多分ね、上原屋本店の方さんの方が多分チェーン店ではなく、多分ローカル感があるのでおすすめですね。現場からは以上です。ということでね、高松駅に戻ってきたわけなんですが、ちょっとねトラブルが発生しました。まあ、あの工程に関するトラブルじゃないですけど、あのついさっきねビデオカメラ壊れました。まあどういうことかって言いますと、まあうどん食べ終わってね、店の外でエンディング撮ろうとしたら、あのカメラ動かないですよ。まあ電源入って撮った映像は見れるんですけど、あのレンズが真っ暗、もうどんだけズームしても動かなくなって、多分原因はねカメラ内部のズーム機能かなんかが壊れたと思うんで、またあの明日ぐらいにまた上司に行くんですが、いやー残念ですね、最後の最後ということでね、ここからエンディングまではあのこちらのスマートフォンの撮影でねお届けしようと思いますが、ちょっと音声が変わったりしてますがご了承ください。ということで、まあさっき上原屋うどんの方行ってきたんですけど、ね、特徴なのがね、うどんの値段が全部統一されてるんですよ。普通盛りと大盛りで、で天ぷらもねリーズナブルで非常に良かったです。でやっぱりそういう個人経営感があったんでね、非常におすすめでした。あと思ったのが、さぬきうどんって結構セルフサービスの店が多いなっていうのも特徴でしたね。ということで、今回のバースデー切符で最後の列車に乗るので、これから高松駅の方入っていきたいと思います。ということで高松駅の3番乗り場にやってきました。このバースデー切符の旅に最後に乗るのはこちらの13時10分発の特急うずしお15号徳島行きです。車両はね2600系となっているので、このちょっとね激レアな車両になっています。ではこれに乗って、徳島まで行きたいと思います。では乗っていきましょう。本日は1号車ですね。本日はこちらの1番 1D 席を確保しました。指定席はねこちらの前寄りの数列だけね指定席になっていて、後ろ側は全て自由席となっています。ではね座っていきましょう。13時10分、列車は高松駅を出発しました。3日間のバースデー切符の旅最後を飾るのは特急うずしお号になるわけなんですが、まあうずしお号にはグリーン車が連結されていないので、最後はね指定席で締めるといった感じになります。いやー、せっかくバースデー切符グリーン車を買ってるのに、なんか指定席で締めるのはちょっと心足りないなというのがありますが、まあそれもね仕方ないのかなと思いますが、グリーン車あれば嬉しいですね。それでこんな感じで高徳線は線形がいいので列車もね爆走運転していきます。やっぱ最後にねこういう爆走運転が見れるのでね、まあいろいろありましたよ、しとしましょう。はい、ということで徳島駅に到着しました。こんな感じでね止まってる車両は全て機動車だけなので、徳島駅はね機動車王国とも呼ばれています。ということで駅の外出てエンディングとなります。ということでね、徳島駅から歩いて10分ほどのとこにある徳島城跡にやってきました。いやー、立林公園の時は晴れてたんですけど、徳島城跡の時はねマジで雨降ってるんでね、マジでロケが大変です。こんな感じでね徳島城公園の跡のとこもねこんな感じで、桜がね咲いております。まあ誰もいないんでね、雨と桜の組み合わせっていうのもなんかエモい感じがあっていいっすよね。まあ晴れの日に見る桜に越したことはないですけど、で四国の特徴が僕気づいたことがありまして、だいたい県庁所在地駅の近くにお城か城跡があるんですよ。例えば徳島駅だったら隣に徳島城があって、高松駅も琴殿の駅の隣に高松城がありまして、高知も今回行かなかったんですけど駅からまた歩ける距離のとこに高知城があって、松山も道後温泉行く最中に松山城見えたと思うんですが、だいたい都道府県の県庁所在地に城か城跡があるんですよね。かつてテレビ東京系のローカル路線バス乗り継ぎの旅、多分 Z の方だったと思うんですけど、なんか条件付き企画でなんか4つの城を回ってバス旅せよみたいなのを昔やってた記憶が
それをねオンエア見たことがあるのでね。いやでもやっぱ春に来ることでねこういう桜をね見るっていうのもいいですよね。ということで多分まあちょっと公園うろちょろしてねいろいろ見ていきたいと思います。でね、ここにはね石垣がありますね。石垣のとこにもあんな感じで桜が咲いています。で徳島駅からはねあっちの跨線橋渡ってきたんですけど、跨線橋の下にはね JR の線路あって車庫の方も見えるのでね、非常に鉄道っぽいスポットがあるのも魅力的です。ちょうどね今雨が一瞬だけ止みました。止んだんでね見れるとこは今から見ていきたいと思います。今回は入らないんですけど、こちらにはね徳島市立徳島城博物館というのがあってね、なんか4月なのにひな人形の展示をやってるみたいです。あとはなんか阿波踊りについてのなんか展示もあるみたいですね。まあ徳島は阿波踊りだったり高知だったりよさこいとかってね、伝統的な舞踊が四国にね2つあるっていうのも魅力の一つではないでしょうか。それでねこんな感じでもう桜がねやっぱ一面咲いてますよ。やっぱいいっすよね。ちょっと風とかでパラパラ桜の花びらがね散っていってるんですけど、まあ今ぐらいの季節やったらちょうど見どころかなと思います。はい、向こうの方にね山があるんですけど、あっちの山の方にねいろいろ城跡とかの史跡があるみたいなんですが、今回は山に登る余裕はないのでねここまでとさせていただきます。でもねこんな感じで近くに車庫もあって、徒歩圏内にねいい桜スポットがあるっていうのもこれ徳島のね魅力だと思うので、ぜひね時期の合う方は来てみてください。では駅の方に戻りたいと思います。はい、ということで徳島駅の方に戻ってきました。はい、3日間にわかるバースデー切符グリーン車用を使って四国全部一観光一グルメやってみた動画いかがだったでしょうか。まあ振り返ると最長片道切符の旅では四国4県は訪問しなかったので、やっぱり訪問できなかった分そのまま放置するんじゃなくて行ってみたいっていう気持ちは自分の心の中にすごくあったので、今回四国4県全部一観光一グルメできたのは非常に良かったですね。やっぱりグリーン車もねいろいろ乗ったんですけれども、うん、やっぱり JR 四国の新型特急のグリーン車はねマジで最高ですね。もう快眠できるぐらい最高だったんでね非常におすすめです。あとは一観光一グルメいろいろしたんですけど、やっぱり魚グルメは高いね、タイ飯とかカツオのたたきとかは高かった印象がありますが、やっぱり今回まあ四国を一観光一グルメしたのもまあほんのちょっとだけなんで、やっぱり他にも四国にはね魅力的なスポットいっぱいあるので、そういうのも合わせて訪問できたらいいなと思います。ぜひ皆さんもね誕生月の際は誕生月の本人と同行者が確か3人までね一緒にバースデーキープ使って旅行できるので、お誕生日の際はぜひこのバースデーキープ使って四国のねグリーン車乗り回してみたり、四国のね良さを発見してみてはいかがでしょうか。そんなね誕生日好きじゃなくても JR 四国さん結構特急が使えるフリーキープが年がら年中発売しています。例えば特急の自由席乗れる3日間ぐらいのフリーキープが1万8000円で売っていたりとか、グリーン車にね4日間乗れる切符も2万いくらかで売ってるので、詳細はね JR 四国の公式サイトで確かめてみてください。最後ねビデオカメラ壊れてね、スマホでの撮影になったんがね非常に残念です。まあでもよくよく考えてみたらですよ、バースデー切符が1万5000円なんで3日間でグリーン車を計 1,2,3,4 で指定席が 1,2,3 回ぐらい乗ったんで、まあ乗車券代とね特急券代合わせたらねかなり元取れたと思います。元を取れた金額はね下にね運万円みたいな感じでちょっと書いとくので、ぜひ合わせてご覧ください。ちなみに最長片道切符のねあの旅の様子をまとめた本をまたコミケで書こうと思ってるんですが、この四国のね3日間の一観光一グルメの様子もまたね収録させていただきたいと思うので、また待っていただけたらいいかなと思います。では3日間分まとめたんでね長くなりましたが、この辺で、今年のサンシャイン今村の20周年生誕祭企画の動画を終わりたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。